ガンダムにおいてはですね、その境目を消さないで段をつけてモールドをつけるという方法があります。それをですね段落ちモールドというそうでございます。専用の工具なんかも売ってるんですけれども、ちょっとお値段が高いので、今回はですねデザインナイフとプラ板を使った、簡単な工具を作って、処理してみましたので、それをご紹介してみたいと思います。